今回覚悟も何もないですからね。いきなりでしたから。それが辛いですね。本当に。先月二十八日、神戸市に住む七十三歳の女性は。かかりつけの病院で、夫と一緒にファイザー製のワクチンを接種しました。女性は十五年前から糖尿病の持病がありましたが。当日の体調に特に問題はなく。午後四時半ごろに接種を受けた後。 三十分ほど病院で待機し、帰宅したといいます。しかしその後。テレビを見て。七時。過ぎぐらいですかね。えー、胸が痛いから。先休むね。それが。最後の言葉でしたね。 呼吸が一気に荒くなるなど、女性の容態は急変し、救急搬送されましたが、病院に着いた時にはすでに心肺停止状態で、午後8時過ぎに亡くなりました。ワクチンを受けてわずか3時間半余り、突然の別れでした。どっかがな調子が悪くてという話であればね、ねですけども何もない状態で本当に、 えー、すぐでしたんでね時間が経つにつれてもう考えたらそれしかないじゃない消費法で言ったらそれしかないですよね女性にワクチンを接種したかかりつけ病院の主治医はまあお元気な状態で帰られたのであ、問題がなかったなとあ、びっくりしました本当にえっていうふうな感じでしたワクチンが関係してるかというようなことを思われましたか まあ思ったか思わなかったかといえば、それは思いましたね。だって、日常生活の中で、それまでとその日、唯一違ってたところというと、ワクチンを打ったか打てなかったかだけなので、実は国内でワクチン接種後に、少なくとも196人が死亡しています。副反応を検討する厚生労働省の専門部会は 分析を行った百三十九人について、ワクチンとの因果関係が評価できないとしていて、これまでに死亡との関連性を認めた例はありません。多くの遺族が解剖を希望せず、詳細な検査ができないことや、たとえ解剖しても因果関係の特定は難しいからです。厚生労働省の資料にも亡くなった女性とみられる記載があり、 死亡原因についいてては評価中となっています遺族は大学病院に詳細な検査を依頼していて、ワクチンが原因で亡くなったのかどうか、はっきりさせるべきだと考えています政府のね、一生懸命やってはるのはよく分かるんですけども、つまびらかにする必要がある、誰でも金を打ちらないということじゃないというふうに私は思います。 政府が加速させるワクチン接種接種との関連が不明のまま亡くなる人がいることも事実です